はいどうも、イズログイズです。で、今日も引き続き、レトロアーケードプラスの一番最後だね。この GB ゲームをちょっと見ていきましょう。スーパーマリオランド。これゲームボーイだね。マリオ、スーパーワリオ、ワルイージ。キーコングランド。ダブルドラゴン。まあ、どんなもんなんだろうね。ゲームボーイってこんなだったっけ？あ、ボコられてる。なんだったっけ？メガマンっていうのはロックマンなんだね。こんなのあったっけ？キングオブファイターズ、ハートオブバトル。へぇ。ファイナルファンタジーもある、ゼルダ。スーパーメトロタイプ。トマン。なるほどな。まあ、こっちは主にゲームボーイチックな画質だね。アドベンチャーランドだと、高橋名人だね。高橋名人こんな太ってたっけ？でもそもそも違うゲームか。まあ普通、まあ中にはサムネがないやつがあるけれども、まあサムネがないやつでもちゃんとゲームはできるっていう感じなんだろうな。始まった？おっつ！まさかの無音。ねえ、音するよね。なんであのゲームだけ無音だったんだかな。フェイタルフリー、これ画廊だろう。宝だもんな。96年あったのか。フェリックス・ダ・キャット、はい。これも多いな。ボケ・モブ・モブ・ジャック。忍者・ガイデン・シャドウ。すごいな。まあ一応これもちょっと飛ばすけど。まあ、サムネがあるのは上の方だけだね。はい。トリップワールド。サムネがあるのは上の方だけで、214。多すぎだろ、ウィザードリー外伝。ああ、懐かしい。アクシル。なんだマニアモードって。まあ、全部仲間に締め。はい。まあ、こっち GB ゲーム全部214タイトル入ってました。はい。で、まあ僕のこれ主観ですけれども、まあ多分このゲーム本体、レトロアーケードプラス本体でやる分には、まあなかなかこれも、これはちょっとやりづらいかなって感じかな。なんでかっていうと、これレスポンスがいい代わりにこの動いちゃうのよね。だからもう大体ここら辺の範囲で動いてくれればいいかなって感じ。だからここら辺もちょっと、
また丸くなんか作ってレバーが動かないようにしようかなって感じで、あとここが6つありますね。で、セレクトのメニュー、CPS っていうのはアーケードっていうことか。で、あとこれキーコンフィグ欲しいね。ちょっとキーコンフィグは多分、そうだな、こっちにある、まあ、アーケードコントローラーと、あとコンバーターでできないこともないんだけども、そのコンバーターが2種類あって、ネオジオミニ用と、なんだろう、安い方の、もう一個はあるんだけど、多分それでできるかできないかって多分分かれるんよね。だからちょっとこのキーコンフィグができるかっつうのもちょっとやってみないと分かりませんので、まあ気が向いたらアップします。っていう感じで、まあ2020年の目標ですかね、ゲームチャンネルはやっていきます。で、まだチャンネル登録者数がいないうちは多分動画を分けません。っていうか分けてる意味がありません。なので、まあ一応これもまあその他、まあ僕は格ゲー好きなんで、この格ゲーはちらっと見えてるこの99の KOF とか、まあこれがネオジオミニですね。まああとはこっち、クルードバスターズとか、あとは MD コンパクトとかね、まあそこら辺のレトロゲームからちょっとやっていこうかなっていう感じです。では以上です。イズログした。